はい、皆さんこんにちは、今日はですねこちらの紫オブツーサの紹介をしていきたいと思います。今映ってるのがですね、紫オブツーサなんですけれども、めちゃめちゃ綺麗なハオルチアで僕すごくお気に入りの一つです。紫オブツーサ自体が好きっていうよりはこの株が好きなんですけれども、見ていただいたらわかると思うんですけど、かなり、ギチギチに詰まった形で、葉っぱの崩れとかもほとんどなくて、すごく綺麗に育ってくれています。紫オブツーサって、まあ、いろんなタイプがあって、まあ、ドドソンとか、まあ、あと何種類かあるのかな、結構いろんな形で出回ってるんですけどね、これはその有名な株とかじゃなくてホームセンターとかで普通に売られてた紫オブツーサです。だいたいうちに来て2年半ぐらい経ちますね。見てみるとこうようやくですね、去年の暮れぐらいから小株が出てきてくれました。それまで全然小株とか吹かなかったんですけどね、まあ、今こうやって見ている方の中には、まあ、紫に見えないなっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、実際しっかり、もっと光をですね当てて、まあ、焦がしてやれば紫色がしっかり出てきて綺麗になります。まあ、この辺とか見たら紫色してますよね。結構ですね、紫オブツーサは他の、まあ、トゥルンカータだとかとは違って日光にさら、されると、紅葉しやすいっていう特徴があるんですよね。なので日光に当ててなかったら紫色っていうよりは普通の緑色になります。こうやって今地面に渡ってたところってほとんど光に当たってなかったんで、まあ、濃い緑色してますよね。でこう光に当たってるところは紫色になりやすいっていうのが特徴です。実際ですね、トゥルンカータと比べて見ていただくと分かると思うんですけど、こっち側がトゥルンカータです。小吹きがすごくいいですよね。どうでしょう、見てみると、まあ、紫色っぽいなっていうのをなんとなく分かっていただけると思います。ほぼ同じような環境で育てててもこのぐらい色が違ってきます。形態的な特徴としては、あとはトゥルンカータって結構こう株に高さが出るんですよね。モコモコモコって膨らんできます。あと小吹きがすごくいいです。ある程度育つともうどんどんこうやって子供が吹いてきます。ただ紫オブツーサはどっちかっていうと扁平に育っていって高さはあんまり出なくて、でこうやって小吹きも、まあ、あまりしてこないのが特徴ですね。なので小吹きで増やすよりは葉差しで増やす方が一般的なのかもしれないですね。あとは、トゥルンカータの場合は葉っぱの先にこういう毛が生えてるんですよ。わかりますかね、ちっちゃい毛ありますよね。こうやってちっちゃい細い毛が生えているのがトゥルンカータで、毛が全くないつるんとしているのが紫オブツーサの特徴です。ただこれに関してはですね、最近僕がホームセンターで見た紫オブツーサは、最近というか去年ですね、去年一昨年ぐらいにホームセンターで見ていた紫オブツーサはなぜかこんな風に毛が生えてるのもありましたね。何タイプか出回ってるんだとは思うんですけどね。窓の透明度だとかは、まあ、紫オブツーサ系の透明度だったんで別に偽物ってこととかではないとは思うんですけど、その辺はちょっと僕はわからないです。ただ、割と古く出回っているのはこうやって毛がないんじゃないかなとは思います。
こちらの紫オブツーサですね、まあよくネットだとかでも目にする機会あると思うんですけれども、本当にすごい綺麗でおすすめできるハオルチアです。最初見た時とかはね、あのトゥルンカータとかとあまり区別つかない方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、明らかにですね、この透明度、窓の透明度とか粒の大きさだとか、張り具合とか、まあトゥルンカータとかとは違ってきますので、もしトゥルンカータ持ってて紫オブツーサ買おうかな、いやこれ早焼けしただけかなとか、そういうふうに思ってる方いたら、まあ、本物の紫オブツーサであれば、やっぱ全然違いはありますので、買って損はないかなと思います。一時期ですね、まあ、トゥルンカータも強い光に当てたり、まあ、あと寒い環境に置いといてストレスを与えてやると紫に色づきますので、それを紫オブツーサーって言って、販売してた、業者さんというか、まあ、個人なのかな、そういう人もいたみたいなんですけどね。割と今は紫オブツーサー自体値段も下がってるので、そういう詐欺とかも少ないとは思いますし、オークションとかじゃなくて一般的なお店とかでも買いやすくなってるとは思いますので、ぜひ皆さん見かけたら、こちらの紫オブツーサ買ってみてはいかがでしょうか。そういうわけでですね、今日は、お気に入りのオブツーサ、紫オブツーサの紹介をさせていただきました。皆さんご視聴ありがとうございます。